今回の福井散策は丸岡城を訪ねました。堺市が平成27年度から30年度にかけて実施した調査結果を中心に、福井工業大学客員教授で FUT 福井城郭研究所顧問の吉田純一さんに詳しくお話を伺いました。今ご覧のように高さ12メーターぐらいのちっちゃい天守なんですけれども、全国にこの天守で江戸時代に作られて今も残ってるっていうのは12個しかないのね。そのうちの一つであり、しかも今までは柴田勝家公の昔の記録から天正4年に作られたって言われた、もちろん石垣も古いし、そうしますと12残ってる天守の中で最も古い天守だって言われてたんですね。ところが一方で新しいに、江戸時代に入って作られたっていう説もあったもんですから、それをきっちり突き止めたいと、そういうことで調査委員会ができて詳しい調査が行われたわけですよね。はい、なんか最古の様式を持つっていうことも伺ったことがあるんですが、はいはい、これね、下の方の大きな屋根の上に上の部分がポコッと乗っている、はい、これの防楼型っていうんですけども、はい、これは天守がこう発生してくる初期の古い形式を持っているということで、それも天正4年って言われている一つの根拠になってたわけですよね。調査でどういったことが分かってきたんでしょうか。うん、今の天守は天正4年に作られたものじゃなくて1620年代寛永年間って言うんですけども、江戸時代になってから作られた、今の天守はね、作られたってことが明らかになったのと、もう一つはじゃあその作られた時の状態がどうであったのかっていうことがある程度こう解明できたっていうのが今回の調査の大きな成果だと思うんですよね。はい、こちらの石垣はいつの時代のものなんですか。はい、見ていただくと分かるように一つ一つの石は自然のままでしょう。はい、特にこう加工してあるとかそんな状態じゃないですよね。こういう自然のままの石をそのまま積むのを野面積みっていうんですけども、そういうふうな石垣の積み方自身はやっぱり古いんです。そして今回の調査で今のこの石垣そのものは昭和23年の地震で一回崩れましたけれども、その地震前の写真がありましたので、それと比較してみますとほぼその地震前の状態にちゃんと積み直されてるって言うんですね。そうしますとその石垣はもう江戸時代よりも前まで遡るだろうと。あ、そうなんですね。はい、だから今天守は寛永江戸時代になってから作られたっていうふうに今結果出ましたけれども、はい、石垣そのものはもっと前からあったっていうことが大体つかめたんですよね。これ石垣の上とこう天守の下の部分にこう屋根みたいなのがついてますよね。あの屋根がないと隙間っていうか間から雨が入ってきたりすることあるんですよね。はい、これがもっと時代進んでくると石垣の面よりも建物をこう外側に出して作るって方法もあるんです。そうなんですか。はい、あれも丸岡城の特徴の一つ言っていいと思うんですね。先ほど、うん、地震の後に復元されたという話でしたけど、はいはい、この外側の窓とかこの辺りとかも元の形のまま、はい、地震前 の、 その昭和15年から17年の解体修理が行われた、はい、調査の結果その時の資料が見つかったわけです。それには図面もあるし写真もある、そういうものをこう検討していけば、そのここに窓があった、ここにこういう出窓の部分があったということもちゃんと抑えられたわけですね。はい、それを実際今現在立っているこれと昭和15年17年の修理の時の図面をこう重ねてみたんですけども、ピタッと合うんですね。高さも、はい、きちっと合うことから、まあ、地震で倒れたけれども倒れる前の状態をちゃんと残している。そして柱なんかもね、うん、ほぼ7割から8割は修理しながら使ってる、うん、元の材を使ってる。梁にしても半分以上は地震前のものを使、はい、修理して使ってる。そういうことで倒壊した地震で倒れたけれども現在の建物そのものは地震前と同じだから重要文化財として評価されたわけですよね。立派な柱が並んでますね。その中でもね、この中央のこの柱だけ太いでしょ。はい、でこれはちょうど天守の中央部分だから
構造的に非常に重要な柱になるのね。ところがよくよくこれ見てみるとね、この柱ちょっと見ればツルツルでしょ、はい、これはもうちょっとこういうの長男の跡あるけれどもかなり簡単がかかってる、はい、ところがこの柱どう？あ、デコボコしてる。デコボコしてて、はい、この柱、この柱、その柱、その柱は割とツルツルしてるね。これらはその柱、梁に刺さってるこのほぞっていうここに上京5年だから1688年3月に入れ替えた、あるいはその柱は新たに入れたって書いてあるんですよ。それはもう昔から分かっていたんですけども、もっともう一つ古いと言われているこの柱、これも今ツルツルの柱と見ればかなりもう古びてますよね、はい、これはもっとこの柱よりも古い柱なんだ。修理工事報告書を見るとこれは当初の柱だって言われている、はい、この柱は上じゃなくてこの根元に何とか何とか5年経つ3月って書いてあるんです。何とか何とか年5年の経つだから上京5年、この他の柱と同じようにこれもその時入れ替えられたんだっていうふうに捉えていたんですけども、今回これの写真が出てきました。この牧舎のその牧舎をこうって見ていったらどうも上に書かれてる分かんない年号が上京じゃなくて寛永だってなったんです。5年経つ年っていうのを経つ年ですから12年ごとに回って、じゃあなんとか5年で経つ年になる年号をずっと調べていったら江戸時代に5つしかないんです、はい、5年が経つ年になる。そして、最もその字そのものの崩しでちょこっと書いてあったそれが字の様子から見ると寛永っていうものが一番いい。それそうしますとこの柱に書かれているわからない年号は寛永5年経つ3月って読むのが最も自然なんですね。そうすると少なくともこの柱が入れられた時それは寛永5年3月1628年、そうしますとその頃にこの天守が建設中であったってことがわかるわけですよね、はい、そういうことから今までその天守天守って言われてたのが、はい、いやいやそこまでは遡らなくて寛永、総合調査で年輪の調査もやってるんです。年輪の幅をこう比較しながらこの材がいつ頃伐採されたのかっていうようなことを調べる調査もやってるんです。それから C14 っていう放射性炭素の科学的な調査もやったんです、はい、そうするとこういう古い柱これとかこういう古い柱からはやっぱり1620年代頃に伐採されてるんだっていう記録が結果が出てきたんですよ。そういうことをこう総合していくとこの建物はその寛永1628年その頃に作られていたっていうことがほぼこう断定できると思うんだったんですね。この外側の柱なんですけれども、うん、はい、ここだけなんか間隔が狭くなってるんですね。あ、はいはい、それはちょうどね東西の隅この柱と向こう側ね、はい、しすみのこの列だけ太い柱が入ってるんです、はい、これはちょうどこの列の上のところでちょうど2階と3階が来るんですね。お2階の壁の面がここになるんです。へここだから2階の柱を支えるためにここだけ太くしてあるんです。あ、そうなんですね。ここも同じですね。半身入ってます。これも結構なんか古い感じの、おこれはね最初の寛永って判断できる、はい、柱と同じぐらい古い時期のものだと思う。そうしますと僕は一時期2階3階は後でこう付け足されたんじゃないかっていうなことも言ったことあるんですけども、はい、そうじゃなくてむしろ最初から2階3階がもうあったと。そうすると防楼型っていうのがその寛永期に防楼型として作られたんだってことがある程度確証できるわけですよね。